おー、うんかい、宇宙間真っ二つじゃない、真っ二つだね、真っ二つだね、おー、ライト、ライト、茶の守備もうまいんかい。抜けてたらワンチャンスリーベースもあったよ。うかい、ストレートに行き終わってなかったけど、3球目でアジャストしたけど、茶のさ、育成の逆襲ストーリー、ロマンあるね。森友や、レフトか、レフトか。ちょっとレフト、弾いとるやないかい、うかい。二塁来ちゃうじゃん、森が。二塁来ちゃうじゃん。うかい。さっき、うかいの飛ばした打球の茶のファインプレーしたのに、うかいは弾いてどうすんねん。もう、飛ばすのは打球だけにしてよ。守備の時はちゃんとボール取ってくださいよ、うかいさん。せっかくレフトのスタメン勝ち取ったんだから今日。守備でヒロトを引っ張っちゃいかん、足を引っ張っちゃ。開き直って頑張れ、ヒロト。まだまだ2回の表。こっからや。どんどん行ったれ。インコース、さすがヒロト。アウトロー、アウトロー、インローじゃ。さすがじゃ。チョベリグ、ナイスピッチング。そんな簡単にヒロトから点取れると思うなよ。ベース板のスプリットを振ってこないのがラオウ不気味だな。赤い波動出してるかもしんないから気をつけろよ。最後大事だよ、ヒロト。頼むで。振った、振った、振った、よっしゃ、ナイス。2者連続三振、ナイスヒロト。チョベリグかける2、ナイス。ギアセカンドじゃ。インコースどん詰まり、ナイスピッチング。ギアサード、ナイスヒロト。ピンチになってもギア上げて抑えちゃうからね。早くヒロトに先制点プレゼントしよう。入ってるか。ツーベースになっちゃうね、トング。トング。トングの見た目本当にもう打率2割のホームラン30本みたいなタイプだけど、打率首位打者っていうね、トップ、パリーグトップっていう、もう、なんていうの、人はやっぱ見かけによらないっていうのよくわかるわ。オッケー、詰まった。センターフライ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょ、岡林ナイス。このグラブの滑り込みながらこの出し方危なかった。ゴンザレス、センキュー。トング、センター返し。まっすぐに力負けしない。さすがパリーグ首位打者。まあまだね、ランナー一塁だから。ゴンザレスの一、二塁間突破。ランナー三塁行っちゃうか。うかえさしてくれ。行っちゃうか。いや、二塁止まってた。ゴンザレスうまいな。スケットライフ充実してんな、野手の。ドラゴンズ誰一人活躍してくんないけども、こういう選手がさ、ね、5番にいてくれるの助かるよね。ねえな。頑張れ、踏ん張れ、ヒロト。頑張れ、踏ん張れ。ヒロト。うわぁ、もう一、二か、ランナーホーム無理だろ。うかい、刺してくれ、刺してくれ、刺してくれ、行け、行け、止まってくれた。よかった。ラオウ、我が人生に一遍の悔いあり。いやぁ、逆方向にストレートはああいう風に打つしかないっていう打ち方してきたな。アウトコース。いやぁ、食らいつくか。まだ点失ってないから。頑張って、ヒロト。よっしゃー、ナイスヒロト。フルカウントからベース板のスプリット、ベース板のスプリット、よっしゃー。クレバヤシ打ち取ったり、ツーアウト、あと一人。ピッチャー宮城だからもう勝負してしなきゃダメ。よっしゃー、ナイスヒロト。最後はストレート、最後はストレート。155キロ近辺、ピッチャー宮城に打たれるわけにはいかねえ。今日の試合は絶対ドラゴンズが勝つんだ。早くヒロトね、援護してあげてくれ。もう本当に援護率1点台なんて異常だから、ヒロト勝たせなきゃ、チームで育てなきゃ。いやー、ソブさん先頭にフォアボール。昨日勝つのが先頭フォアボール出してから大量失点したから、もうソブさん頑張ってとしか言えないよ。もう信頼して出してるから、もう打たれたらしょうがないよ。うん、勝負して。もうソブさん、相手がバントしてアウト1個くれてるって言ってくれてんのに、わざわざ連続フォアボール出してどうすんのって。いや、これはフォローできんよ、連続フォアボールは。ねえ、もう打たれたらしょうがないって。もう信頼してるんだから勝負しなきゃ。逃げたってしょうがないよ。もう緊張するのはわかるけど、頼むよ。もう経験いっぱいの豊富なベテランなんだから。ランナー詰まってるからな、三塁コースアウトもできるぞ。よくばバーンと、打球死んだ、三塁、アウト、よっしゃ、よっしゃ、言った通り、よっしゃ、打球が死んだ、サードアウト、よっしゃ、中川圭太バント失敗、ドラゴンズのあのフォアボールをオリックスのバント失敗で打ち消してくれた、
よし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 、0点見えてきたぞ。バントできないチームは勝てん。ちょっと、ねえ、おい、おい。取り消せよ。ホームラン。ねえ。おい、嘘だろ？なあ。ねえ、おい、30秒前までは0対0だったのにさ。ねえ、どういうこと？一気に3対0なんだけど。ねえ。インコースでさ、森さん怒らせたら、真ん中の落ちる球すくい上げてライトにぶち込まれたんだけど。バントミスとか関係ねえや、バッティングでぶち壊されたんだけど。もうヒロトが頑張ってきたのに、なんでこんな風にならなきゃいけないんだって。もうさあ、3点のうち2点がフォアボールだよ。悔やんでも悔やみきれんって。いやーもうさあ、ソブさんが打たれたどうのこうのっていうフォアボールからの失点がもう悔やしくて悔しくてさ。受け止めきれねえよ。ゴンザレス、ゴンザレス、宇宙が真っ二つだ。ダメだ、ランナー帰ってきちゃう。4点目帰ってきちゃう。ねえ、やめて、もう本当にやめて。ボンドでくっつけろ。もうこれ帰ってくんだって。帰ってくんだって。来るのかよ。ゴンザレスくれよ、ドラゴンズにさ。ねえ、めっちゃ羨ましいんだけど。めっちゃ外国人ライフ充実してんじゃん、野手助っ人ライフ。ねえ、ゴンザレスさ。当たりやん、ゴンザレス。うまいわ、バッティング。こういう選手が一人でもいいから、ドラゴンズで欲しいんだって。この4点目は痛すぎるわ。胸えぐられた。ちょっと！聞いてないんだけど、ピッチャー宮城まで打つって聞いてないんだけど、初耳なんだけど、なんこれ？オリックスの瞬間最大火力やばくないか？やばいよな。宮城ニッコニコや。あの、防波堤のダムのところ一個穴開けたらそこから水が一気に放流されたみたいな。めちゃくちゃ点取られるやん。まあ、1イニングに最大フォアボール4つも出したらこうなるか。宮城そこは打たないって約束してたじゃん。これ以上、メンタル持ちません。はい、どうも、アトラインハイです。本日もよろしくお願いします。メンタルやられました。メンタルがえぐれました。受け止めきれません。防御率2点台の男が、6月初旬で7敗。1勝7敗。信じられないし信じたくないよ。本当にさ、ヒロト、ごめんね。もう謝ることしかできない。今日もすっごいいいピッチングしてくれたじゃん。もう圧巻だったよ。7回無失点、12奪三振。ナイスピッチング。もう本当に拍手どれだけ送っても足りないぐらいナイスピッチングだった。ねえ、オリックス打線にピンチ迎えても、強気で逃げずに、ストレート、スプリット。特に今日はベース板から落ちるスプリット。とてつもない自信があった。特にね、満塁で、ピッチャー宮城に対してフルカウントになったところであそこスプリットを投げれる勇気。ベース板に投げたからこそ空振りが取れた。すげえよ。本当に。自分と同世代でさ、もう同じ年代だとは思えないぐらい遥か上のステージ行ってるけど、同世代の誇りだけどさ、こんな大好きなドラゴンズに所属してくれてるヒロトをさ、ねえ、背番号19のヒロトをさ、どういう扱いしてんの本当に。もう最後、リュークとさ、溝分けだったかな。ヒロトがあまりにもかわいそうだから肩ポンポンってやってる姿見てもう泣けてきたわ。うん。ひどすぎるよ。ねえ、まずはドラゴンズ打線の方もさ、援護率どうなってんの？ねえ、約1、1。ここ最近の試合の援護点。もう聞いたら多分泣けてくると思いますけど、
31001100。もう一度言います。31001100。4試合連続援護点0。勝てるわけないじゃん。どうやってヒロトが勝つって言うんですか？仮にヒロトがね、永遠に12回0点に抑えても勝てませんよ、こりゃ。なんちゅうことしてんの、本当に打線は。まあ相手ピッチャー宮城投手ね、すっごく良かったよ。まあ点が取れないのもうなずけるピッチングっていうかね、完封負け、11度目の完封負け久々に食らいましたけど、ね、特に右バッターなんかね、最初ボールかなと思ったら、外からグーって入ってくるスライダーね。で、カーブもね、球速帯が120キロのと、超スローカーブ80キロぐらいの、もう、カーブでさえね、球速、緩急差があると。でも、スライダーもこう、斜めにこう、また落ちてくっていうか、もう言葉で表現するのが難しいぐらい、変化量も手元で大きく動いて、で、ストレートもね、空気を、ボールを切るような、切り裂くようなストレートね、ちょっと横から腕が出てくるっていう、あのストレートも食い込んでくるわ。で、ストライクからボールに落ちるチェンジアップ、フォーク。打てやしない。もう遊ばれてたね。うん。ドラゴンズ打線も打たされてた。まあ、三振も10個奪われたかもしんないけど、バットに当てたところで打たされてた。全部ピエロで演技されてた。遊ばれてた。うん。舞台の上で踊らされてたのと一緒だよ。最後までずーっと打てなかった。もう終始ピッチャー有利。ピッチャーのタイミングでずーっとバッターも、打席に立っても自分のバッティングすらさせてもらえない。特にエンジン組んだ後のね、鵜飼の打席のところで初球の超スローカーブをね、もう鵜飼がずっこけるぐらいね、初球からレフトフライ飛ばしたけどさ、あれも仮にエンジンで、この球種を絞っていこうとか、そういうのがあったらね、あの初球の超スローカーブ多分狙っていかない、振っていかないと思うんだよ、普通。だからもう来た球を全部振るっていう感じで、まあ鵜飼だけをあげるのも申し訳ないけど、特に狙いもよくわからないまま、一瞬のまま、光の速さで終わっちゃった。宮城に対して。まあ、初見っていうかほとんど普段対戦がないから、いいピッチャーだから、侍ジャパン選ばれるピッチャーだから仕方ないって言ったら仕方ないかもしんないけどさ、ここまでヒロトの援護率が低いのおかしいって。おかしいって。一勝7敗防御率2点台で。見たことないよ。今まで。11年間ドラゴンズ応援してきて。他球団見渡しても。うん。偶然、では片付けられないって。それでさ、中継ぎピッチャーヒロトが必死こいて抑えてきてさ、8回の裏、表、ソブさん、勝負してくれよ。いや、もうあなたを信用してるんだから、打たれたらしょうがないよ。もう本編でも言ったけどさ、うん、打たれたらもう納得して出してんだから、8回の男として。ね、今シーズンよくやってくれてるよ。だけど連続フォアボール、しかも二人目なんかバントしてくれてるって言ってるのに、まあ、バスターエンドランでちょっとびっくりしたのか知らないけどさ、フォアボール出して連続フォアボール。ね、瞬間風力、瞬間火力、最大力のオリックスにそんなことやったら点取られるわって。ね、森さんにインコース投げたらスイッチ入ったかのように次のね、縦スラの祖母さんの代名詞の縦スラすくい上げてないと打ち込まれたよ。バントミス関係ない。名古屋ドームに突き刺されたよ。めちゃくちゃ捉えてたな。森さんのスイッチ入ったらとんでもないわ。もう本当にもったいないよな。帰ってきたランナー2人がフォアボールのランナーで、その後に出てきた藤島さんもまあ急遽登板だから仕方ないのかもしんないけどさ、フォアボール2つ出して余分に点取られて、挙句の果てには宮城にタイムリーヒット。まああれも浮いた変化球だよね。いや本当に今の8回だった。1イニングでフォアボール4つ。昨日も結局勝つのがフォアボール出して失点してる。うん。オリックスはフォアボール見逃してくれないよ。見逃してくれやせん。本当に。もったいないよ。こんだけヒロトが一生懸命頑張ってきたのをさ、悔やんでも悔やみきれない。今日の試合の落とし方。単なる負け越した以上に本当にメンタルが来た。まあ、現地の方が一番お辛いと思いますけど、悔やんでも悔やみきれないよ。どうしてこんな扱いにならなきゃいけないんだ、ヒロトが。チームでさ、ヒロトを育ててあげなきゃ。いくらいいピッチングヒロトが防御率低かろうがさ、やっぱり勝ちがついて10勝、12勝、13勝、最多勝、タイトルを取れるピッチャーにしてあげることができるのは、ドラゴンズ打線のみんななんだよ。ドラゴンズのチームが頑張らなきゃさ、ヒロト一人が頑張っても育たないんだって。いくら抑えたって。まあ、いやらしい話、年俸も上がらないしさ。
もうドラゴンズだけ別査定つけてあげないとかわいそうなぐらいさ、本当に見てるのが辛いよ。あんな一生懸命抑えてくれて、今日勝ちつけなかったらいつ勝ちつけるんだって。もう昨日もね、先発の松葉に今日投げなかったらいつ投げるんだって同じようなこと言いましたけど、あまりにももうかわいそうすぎる。はい、ということで、もう今日の動画はヒロトがかわいそう、ごめんね、それしか出てこないです。うん、4カード目に負け越したっていう以上にね、ヒロトが本当にこれだけいいピッチングしても勝たせてあげることができない。なんて言えばいいかわからないです。はいはいはい、来週は西武戦かな。地方球場、火曜日は地方球場っていうことで、今日ね、もう9回に上田投手が久々にね、お帰りなさいで投げてくれたんですけど、っていうことは火曜日の先発ね、本当に誰かもわからないっていうことで、ロングリリーフの鈴木博士なのか、ファームの岡田投手なのか、まあ、はたまた誰なのかわからないですけどね、ぜひ予想が立つ方はコメント欄で欲しいんですけど、はい、もう締め方もわからないです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。もう動画を本当にもうアップするのも、もうなんてか、もう気持ちがよく整理がつかないのをアップしてしまいましたけど、高評価、チャンネル登録、コメントで僕のメンタルをどうか作ってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。本当にヒロトごめんな。